多元宇宙理論、マルチバース。それは、私たちが住む宇宙が唯一ではなく、無数の宇宙が存在する可能性があるという考え方です。量子力学では、微小な粒子の振る舞いが確率によって決まることが示され、これが複数の宇宙の存在を示唆する解釈へとつながりました。また、相対性理論と宇宙論の進展は、宇宙の構造や起源に関する新たな理解をもたらし、宇宙が唯一であるという従来の考え方を見直すきっかけとなりました。量子多元宇宙は、量子力学の多世界解釈に基づく理論で、私たちの宇宙が無数に分岐して、それぞれ異なる歴史や結果を持つ多くの宇宙が存在するという考え方です。量子力学では、微小な粒子は常に確定した状態にあるわけではなく、様々な可能性を同時に持っていると考えられています。これを重ね合わせと言います。例えば、電子がある位置にある確率と別の位置にある確率が同時に存在します。しかし、私たちがその電子を観測すると、電子は特定の位置に確定します。量子力学では、この観測によって重ね合わせの状態が一つの結果に収束すると考えられています。ここで多世界解釈が登場します。この解釈では、重ね合わせの状態が観測によって一つの結果に収束するのではなく、可能なすべての結果が実際に発生し、それぞれ異なる宇宙で実現されると考えます。つまり、ある選択や出来事が起こるたびに、宇宙は複数の異なる歴史を持つ新しい宇宙に分岐するというのです。例えば、コインを投げる行為を考えてみましょう。通常の考え方では、コインは表か裏のどちらかに落ちますが、多世界解釈では、コインが表になる宇宙と裏になる宇宙の両方が実在し、それぞれに異なる歴史が展開されると考えます。これは無数の宇宙が存在し、それぞれが異なる歴史の経路をたどっていることを意味します。宇宙論における多元宇宙は、宇宙のインフレーション理論に基づいた考え方で、宇宙が誕生した直後に非常に急速に膨張し、その過程で様々な領域が互いに切り離され、それぞれが独立した宇宙となる可能性があるという理論です。宇宙のインフレーション理論は、宇宙がビッグバン直後のごく短い時間内に、非常に速い速度で膨張したとする理論です。この理論は、宇宙が均一で平坦な構造を持つことや、遠く離れた宇宙領域が似た温度を持つことなど、多くの観測結果を説明するために提案されました。インフレーションは、文字通り一瞬のうちに宇宙を大きく拡張させたとされ、この過程で宇宙の多くの基本的特性が決定されました。この理論によると、インフレーションは宇宙全体で均等に起こったわけではなく、異なる領域で異なる速度や強度で膨張が起こりました。その結果、宇宙のいくつかの領域は互いに非常に遠く離れ、お互いには決して影響を与えられないほどに隔てられました。これらの個別の領域がそれぞれ独立した宇宙となる可能性があるのです。例えば、ある領域ではインフレーションが早く終わり、別の領域ではまだインフレーションが続いているといったことが起こり得ます。このようにして形成された各領域は、物理法則や初期条件が異なる可能性があり、それぞれが独自の宇宙としての特性を持つことになります。数学的多元宇宙は、数学的に考えうる全ての宇宙が実際に存在するというものです。数学的に可能な宇宙とは、私たちが知っている物理法則に限らず、数学的に整合性を持つあらゆる形の宇宙を指します。例えば、私たちの宇宙では重力が特定の法則に従っていますが、異なる重力の法則を持つ宇宙も数学的には考えることができます。同様に、時間の流れや空間の構造が全く異なる宇宙も数学的には存在可能です。数学的多元宇宙の理論では、
これらの数学的に可能なすべての宇宙が実際に存在すると考えられています。つまり私たちの宇宙が持つ特定の物理法則だけでなく、全く異なる物理法則を持つ宇宙もどこかに実在しているというわけです。この理論が意味するのは、例えば数学的に時間が逆行する宇宙や四次元空間を持つ宇宙が存在すると仮定した場合、それらも実際に存在するということです。平行宇宙は私たちの宇宙と基本的な物理法則は共有していますが、これらの法則の詳細が異なる可能性があります。例えば重力の強さがわずかに違うかもしれません。宇宙の誕生時の条件が異なるため、星や銀河の形成、宇宙の拡大の仕方などが私たちの宇宙とは違うかもしれません。このような違いは宇宙の大規模な構造に影響を与えることがあります。平行宇宙は多くの点で私たちの宇宙に似ていますが、完全には同じではありません。小さな違いが積み重なることで大きく異なる宇宙が生まれる可能性があります。これらの宇宙では物質の性質や時間の経過が私たちの宇宙とは根本的に異なり、私たちの想像を超えた現象が起こるかもしれません。また科学者たちはブラックホールの内部について様々な理論を提言しています。その中の一つが、ブラックホールの内部に新しい宇宙が誕生する可能性です。この理論はブラックホールの内部で何が起こっているのかを説明する試みの一つです。簡単に言えば、ブラックホールの内部で物質が圧縮され、その圧力が非常に強くなることで新しい宇宙が生まれる可能性があるという考え方です。この新しい宇宙は私たちが住んでいる宇宙とは完全に切り離されており、別の空間として存在します。この理論ではブラックホールはある種の宇宙の種とみなされ、新しい宇宙が育つ場所として機能するかもしれません。多元宇宙理論は従来の宇宙論を大きく拡張するものです。多くの著名な物理学者たちがこの理論について様々な見解を示しています。スティーブン・ホーキングは、多元宇宙理論がビッグバン理論と量子力学を統合する鍵であると提唱しました。またアンドレイ・リンでは、宇宙インフレーション理論を通じて多元宇宙の存在を支持しています。しかし全ての科学者がこの理論に賛成しているわけではありません。批判的な声もあり、多元宇宙理論は観測可能な証拠が不足しているため、科学的な理論として受け入れるのは難しいという意見もあります。この理論がもたらす意義は、私たちの宇宙観を拡張することにあります。もし多元宇宙理論が正しいならば、私たちの存在と宇宙に対する理解は、これまで想像していたものとは全く異なるものになるでしょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。